はい、今日もあなたと百姓天国。本日は10月16水曜日ですね。雨ですね、今日はね。はい、多分これ秋の長雨ってやつですよね。例年だと9月のね終わりぐらいから10月のどれぐらいまでですかね。11月に入ったら冬になってくるのでね、降らなくなるんですけど、だから毎年ね、このこういうこの秋の長雨を利用してね、ほうれん草とかいろんな種をまいたり、あるいはね、最後の白菜やキャベツの活着、植え付けてね、活着を即すというようなことなんですけど、例によってね、もう10月のね半ばぐらいまでもう夏でしたから、なのでね、もう季節がある意味この2年は和訳茶になってしまいましてね、野菜もいつどのタイミングで種まいてね、植え付けていいのかよく分かりませんが、はい、ということでね、今日も雨なので、おそらくもうこれで30度いくことはないと思いましてね、もう黒寒冷車外していきます。はい、ようやくね、こうなんていうのかな、あの適正な気温に戻りつつあるんですけど、こうやってね、こんな10月の半ば、終わりぐらいまでね、半ばですか今ね、黒寒冷車を張るなんてことはもう30年で初めてですけど、まあしょうがないですよね。実際暑くてどん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 枯れていくわけですから、活着せんことにはね、秋冬野菜で結局枯れてしまったらね、結局その間ね、秋冬の収穫、9月10月とかなんていうんですかね、とにかくにパッカリと空いちゃうわけですよね、その間全部枯れてしまうと。で、後戻りが効かないのでという話でしてね、今日とりあえず4本のうちね、2本外しちゃいますね。多分外しても大丈夫だと思うんですけどね、またもしかしたら暑くなるかもしれないのでね、はい、今日はもう雨なのでね、この雨に打たして多分大丈夫、まあ活着はしてると思うんだけどね、はい。白菜なんかね、もう結構どれぐらいですかね、最初の2本までほぼ壊滅しましたんで、だから結局そうなってくると11月ぐらいの白菜がないということにね、10月11月、今日今あのレタスは出荷してますけどね、どうせ食われるならと思って出してますけど、やっぱ厳しいですよね。ね、もう2年連続この120年で一番暑いという形ですから、そうなるとね、来年どうなるか、来年もし今年と同じようにね暑かったってなると、もうこれ毎年そうだってことなんでね、そうすると本当にもうあの野菜を作るねタイミングというかね、そういうものはもうガラッと変えなきゃいけないですよね。本当にもう秋冬野菜っていうものがあのなんていうかな、半分ぐらいもう9月10月は野菜ないとね、特にキャベツとかブロッコリーとかね、昔できてたその作付けがもうやめるってことになるわけですよね。それとうちの場合はね、セット野菜ですから、その間どうするのって話になるわけでね、それこそ最近流行りのパパイヤでも作りますかって話でね、はい、今日はこいつとこいつね、2本を剥がしますけど、雨に濡れてるとねちょっと重いんでね、乾いた時に片付けをしたいんですけど、さすがにねそうは言ってられないので、
濡れてるとやっぱ重いね。多分キャベツはね、12月ぐらいにならないと出てこないですね。遅くとも11月に取りたかったんですけど、だから去年も同じでしたよね。今年はちょっとキャベツ秋冬、特に冬厳しいですね。まあなんていうか白菜と葉物でしのがないといけない感じですね。今ね、実はこういろんなね、ちょっと大変な案件を何件か抱えておりまして、ちょっとね、なかなか大変なんですよ。よいしょ。こう悪い流れっていうのがあるとするとね、それが一気にこう重なってくるんですよね。実はね、今風呂に2日入ってないんですよ。ガスが止まっちゃったんですよね。もちろんガス代もちゃんと払ってるんですけど、でいつぐらいかな、1週間ぐらい前にね、ちょっと調子悪かったんで給湯器そのものを変えてもらったんですけど、2日前にね、夜風呂入ろうと思ったらお湯になんないですよね。でガスが止まってるっていうので出て、おそらく配管なんだろうってことでね。でまた朝呼んでですよ、今日朝呼んでもうその配管見てくれっていうことでね、どっちにしてもね、お湯ひねって出なかったらシャワーも風呂も入れないんでね。まあなんていうんですかね、こういうことってほら皆さんもね、普通に賃貸で住んでいてですよ、そんなに怒らないでしょ。それがこう今ね、こういう大変な時期に重なって起きてるっていうね。まあね、結構こういうのでね、結構メンタルがやられてくるんですよね。はい。よいしょ。はい、この辺はおそらくこの辺が80日とかね、2月3月の白菜は生き残りましたね。もう一箇所でね、白菜前半戦のやつは半分以上壊滅しましたから、この10月11月ね、白菜どんどん出していきたいんですけどね、後半戦のこの辺が生き残ればね、あの辺にも白菜が、あの辺がまあ1月とかね出せればいいんですけど、うちはセット野菜なんでね、白菜かキャベツどっちかないとセット組めないですよ。はい。この辺のやつが多分70日とか60日ですね。早ければ12月には出せると思うんですけど、この辺はだいたい大丈夫そうですね。気温が上がらなければね、与党が虫がね、だいたい活着したかなって感じですけどもね。前半戦のレタサイとかはね、もう半分以上やられましたね。ほぼ壊滅しましたんで、6割ぐらいね、なんとか残りの4割3割でね、結構食われてますけど、気温が上がらなければね、もうこれで虫がだいぶね、11月に入ればだいぶ虫も、与党は11月に入って与党が動き始めるってことは多分ないので、今日は雨なんですけどね、葉物一本巻いときたいんですけどね。
ちょっとやれる時間があるかどうか。どうですかね、だいたい活着しましたかね。この辺が何だっけね、黒キャベツとかカリフローレでしたかね。はい、来週になったらこの2本剥がしますかね。今日ちょっと雨が降ってるので、これで多分ねどんどん大きくなってくれないと困りますので、はい、ということでね、今日は10月の真ん中ね、多分今週末ぐらいまでだと思うんですよね。28度とかはね、来週になったらまあ多分23度とかね、もうだって11月が見えてますからね、はい、どんどん気温下がってほしいんですけどね。もうね、結構与党がねまだ元気で動いてますので、与党が動かなくなるのは気温が下がるしかないのでね、はい、ということで、どうですか皆さん、活着してます？秋冬のキャベツや白菜やブロッコリーね、どうですかね。結構うちもやられましたよね。はい、ということで頑張ってね、秋冬の作付けがもう終盤戦に入っておりますのでね、はい、皆さん頑張っていきましょう。それではまた。